こんにちは、まあです、グラ様やっていきたいと思います、今日はね、前回に引き続き銀蔵覚醒していきたいと思います。銀蔵だよね、名前合ってる？半蔵じゃないよね。銀蔵だね。お金は？あれ足りない？ギリギリ足りるよね。いきます。みんなありがとう。覚醒しても喋らないんだ。なるほど。大型キラー、大型ボスに対してダメージ 10%、海岸状態の時敵の防御力を 100% 無視してダメージを与える。奥義ゲージ1自然上昇、スキルは自身の奥義ゲージ10アップ。奥義10秒間敵の物理耐性 30% ダウン。デバフってことか。新奥義は海岸120秒間海岸状態になる。海岸状態の時に使用すると闇属性物理ダメージ15秒間光属性の敵に対し自身のダメージ 75% アップ。自分なんだね、自分。はい、ということで無事ね、水木と銀蔵覚醒しました。お金がめっちゃ減った。初ね、海岸キャラゲットってことで、ちょっと実際海岸キャラ使ってみた海岸デビュー動画もね、後日あげたいと思ってます。まずはちょっと育成だね。だいぶ最近サボってたのもあるし、ちょっと育成素材集めるとこからなのかな。頑張りたいと思います。タスも振ってね。でも久々にこうやってキャラ引けたからなんか嬉しい、すごく。で、今回はこの、前回に引き続き、水木銀蔵っていう風に進化、覚醒かな。覚醒動画もちょっと久々だよね。あ、久々でもないか。シャディやったしね。で、次ね、いい加減私この人したいんだよね、ラグナ。っていうのもあるしね。そうだね、なんだかんだ、まあちょっとでもないか。まあちびちびとユニット覚醒していきたいなと思ってます。最近ね、ログイン勢だったのもあって、全然なんだろう、新キャラででも使ってないとかが結構あって、もう使えよって感じなんだけど、なんかね、私の場合結構ね、なんだろうな、装備を悩んだりして、なんか考えるのめんどくさくなって、使ってなかったりとか。なんかとりあえずなんかつければいいんだけどさ。なんかそういうのがあるかも。でもそうだよね、とりあえずなんか適当につけてやってみて、なんかこう、手直ししていく感じでも全然いいよね。そうだよね。何を渋っていたんでしょうか。はい、ということでね、無事銀蔵覚醒しました。よければチャンネル登録とツイッターのフォローよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。